京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークス、このゲームの模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の榊原、対するホークスの先発は右の石川、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。右の榊原、マウンドに上がりました。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは上林。背番号51、投球はこれから3球目。打った、榊原取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ワンアウトランナー一塁という場面で柳田。第2球投げました、あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ、二塁送球、セカンドフォースアウト。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9、おっとデッドボール。バッターは5番栗原。第3球を投げました、見逃し三振。榊原ナイスピッチング。榊原ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。バファローズ大事な立ち上がり、まずはゼロに抑え、右の石川マウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。1回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは小田。第9投げました、会心の当たり、ここは守備に阻まれました。これでワンアウト、ランナー0対0で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で松田。第6球は打ちました、大城ボールを取る、二塁へ送る、二塁フォースアウト、アウト、ダブル。ツーアウトランナー一塁という場面で周東。第3球を投げました、変化球、空振り三振。榊原見事なピッチングです。2回の表が終わってホークス無得点で終了です。0対0で迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で今宮。第1打席はフォアボール、打ちました、引っ掛けた、取りました。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。第3球打った、足立下がっていった、レフトからセカンドへ、柳田いいバッティングを見せました。バファローズ先制のピンチを迎えます。第2球ランナースタート、ストライクになった、ボールをタッチはアウト、盗塁を阻止しました。追い込んで投げた、見逃し三振。榊原見事なピッチングです。榊原ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。3回の表が終わって0対0です。0対0で迎える3回です。バッター小田、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げた、外角高め、外れてボール。第3球は3球目空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、打ちました、ファール。第5球投げた、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット、小田ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。大城浩二。第1球投げた、1球目ストレート空振り、いきなり151キロ。第2球ランナースタートを切った、打ちました、ヒットエンドラン、これはヒットになります。ヒットエンドランを決め、ホークス追う展開で迎える5回です。ツーアウトランナー一塁という場面で今宮。今日はフォアボールとショートライン、スプリット、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。榊原ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。バファローズこの回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは小田、投げました、真ん中にストライク。第2球投げました、打ちました、今宮ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。ホークス追う展開で迎える6回です。ワンアウトランナー一塁という場面で栗原。
初球見逃し三振。バッターは6番バレンティン。今日はデッドボールとサードフライ投げました。内角低め見逃し三振。榊原ナイスピッチング。6回の表が終わって1対0です。ホークス追う展開で迎える7回です。ワンアウトランナー1塁という場面で明石。さあ4球目三振。最後は147キロストレート。上林誠二。投げました。直球空振り三振。2者連続三振。スタンドからジェット。石川降板。左の香山今日2人目のピッチャーとして登板です。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました。初球打ち引っ張った。ファールボール。1球目ファールから第2球。内角ボール球打った。小田いいバッティングを見せました。これで今日は4打数の2安打。第1球投げた。初球決まってストライク。第2球小田スタート。これはストライク。ボールこれは悠々セーフ。盗塁成功です。投げた流し打ちどうだ。ショートバウンド。アウト。中村うまくさばいています。バッホークス何としても得点を挙げたい9回です。バッターは松田。バファローズここは何としても抑えたい場面。さあ4球目打ちました。いい当たり。センターへの打球ヒット。センターからセカンドへ。バッターランナー2塁でストップ。松田いいバッティングを見せました。バファローズ同点のピンチを迎えます。に変わりましてリクソン。ホークスダイソー投入です。三森二塁に入りました。右バッターボックスは8番甲斐。大きな声援が届いています。まずは二塁牽制。二塁タッチセーフ。第1球投げた。初球打ち一塁へ送る。あっと送球それた。アウト。タッチアウト。ゲームセット。バファローズ1点差で逃げ切りました。試合終了です。ご覧のようにこの試合はオリックスバファローズが勝ちました。勝利投手は榊原。西武はさあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。